太平洋中部における米国の重要拠点はもはやフィジー諸島を残すのみとなった。我々の次なる任務はこれを占領することである。米軍による苛烈な抵抗が予測されるが、フィジーを失ってしまえば彼らに反撃の手立てはない。ここが南太平洋における最後の正念場である。ハワイ上陸に向けた実弾演習と思え。本作戦は真珠湾攻撃と同様に重要なものである。今一度の大打撃をもって米国の士気を削ぐべし。それをもって米国にはフィジーからご退場願おう。時期は分からずとも我々が来ることは敵も予想しているはずだ。激しい抵抗が予想される。陸海空の攻撃の組み合わせが肝心だ。閣下、米軍に発見されました。奇襲は失敗か。構わん、戦闘開始だ。敵の攻撃に備えろ。E400、 よく来てくれた、歓迎する。猛攻撃を受けています。うわ、飛行隊との交信が途絶えました。
航台接近中。対空砲です。敵の航空機が接近。敵の航空機が接近。温帯に艦あり。敵の潜水艦です。見失うな。追跡して速やかに撃沈しろ。懐に入り込まれると厄介だ。閣下、敵飛行場を発見しました。上陸各隊、発進に備えよ。対空砲です。
慌てるな。そやつの手法はまだ十分に機能するはずだ。撃撃に成功。敵機を撃墜しました。特別補給を入手しました。
艦を発見しました。対空砲です。撃ち落としました。戦艦に次ぐ造船所周辺に機雷あり、注意せよ。
の攻撃。飛行場を制圧しました。よくやった。その調子だ。
間を確認しました。次の飛行隊接近中。
隊を撃破しました。閣下、敵が護衛空母を投入しました。望み通りの大物ではないが、獲物は獲物だな。
が接近。ダメか。
終了しました。いつでも使えます。成功です。敵が沈みます。
太平洋における米国の拠点はもはや一つを残すのみである。それ以外のすべての基地、飛行場、そして島々は我が国の手に落ちた。帝国陸海軍の進撃はとどまるところを知らず、東アジア全域を統一する日も近い。